はいどうも、フリチです。今回ですね、ライズ・オブ・インダストリーというゲームをやっていきたいと思います。さあ、このゲームですね、結構前にアルファ版を実況させてもらったゲームなんですけど、Steam でね、リリースされたので、それと同時にね、このキャリアモードみたいなものも増えているので、これをね、実況していこうかなと思います。まあ、このゲームはですね、街がもともとあるんですけど、そこに対してね、物を作って、畑から工場とか作って加工したものを売ったりして富を築いていくゲームなんですが、このキャリアモードはね、なんかテックツリーみたいなものを進めていってトップを目指すということで、これでねちょっと街をね制圧しようかなと思います。ちょっと財の力を用いてね。で、まあ僕がやったのがね結構前なんで、仕様の変更とかも多いと思うんですけど、結構複雑なゲームなんですよね。まあそれをねちょっと紹介しつつやっていけたらなと。まずね、始まりましたね。ちょっといきなりね、僕が前見た画面と違うんだけど。このようにね、まず街があります。これ街じゃないですね。この辺の街とかがあって、タブを押したらね、こうやって出ますね。こういう生産物というか、魚とかガスとかがありますね。で、そうですね、とりあえず、どうしようかな。まあ、この街2つをちょっと見比べましょう。ウォーターですよね。と、クロス。この街がありますね。位置関係的にこうだね。わかりやすく言うとね。で、これ6000人人口ね。こっちが1万人で、プレイヤーのインフルエンス、これ0ですね。両方ね。で、物が売れるんですけど、作ったらね。その値段の差とか見ましょうかね。まず、牛乳は一緒の値段ですね。共に 115%。魚がだいぶ違います。こっちだと2070ドル。こっちだと1500ドル。で、1個売るあたり500ドルの差が出ると。リンゴとか一緒なんで、もし魚を作るのであれば、こっちの町で売った方が、まあ、輸送コストがね、500ドル余分にかからない限りは売った方がいいと。いう風にあって、あとね、こうグローバルマーケットといって、単純にね、この町以外にも売ることができて、その値段もあるのでね。いろいろ考慮しながら物を作って売っていくゲームなんですね。で、これね、間違うことができますね。この1万3000タイルと4万1000タイルで、こっちが41万ドル、こっちが13万ドル。で、これなんでしょうね、リソースのアベライブルインザリジオン。この物があるって感じかな。っていうのを取れば、このね、町がね、買えますね。そうすると、多分この町の中で生産ができるんですね。まあ、それ以外にも、こう、オフィスっていうのがあって、ここを単純に買うと、町にはね、行けないですけど、この広大な大地をね、なんか、使って、いろいろ物を作ることができるということで、ちょっとどうしようかな。町買うのは後にしといて、ここ買おうかな。ただ値段が全然違うんだよね。13万ドルと4万、40万ドル。こっち買ってもいいね。買いましょう。はい、買いましたね。なんかプライスが全然変わりましたね。これで、この町の方に建物が起きるようになりました。まあ、その他も買収することによって、自分のね、生産圏内にできますね。で、これ、テックツリーっていうのがあって、これをね、進めていくことによって生産する建物が増えていくんですね。毎回これでいきましょう。これね、カテゴリーごとにポイントが分かれてますね。これだとウォーターか砂か、これ木ですね。多分木だよね。あとこのフィッシュマンってなってるんですけど、水を取るのはね、畑とかにいるんで、これまずアンロックします。でもポイントないですね。で、ファームの方もね、アンロックして、これ、こことかアンロックすると強化できるんですね。強化しちゃいましょう。この畑とかやってないですよね。もういいです。この果物の畑でなんとか稼いでいこうかなと。で、工場もありますね。フードとか、あとこれ、ペーパーミルかな。紙を作る工場なのかな。まあ、木材とか使いそうですね。まあ、ちょっとフードかな。アンロックに、オレンジジュースとかありますね。作って売れるんですけど。で、これ最後ね、輸送系ですね。まあ、トラックデポットの他には、トレインとか、最終的にはね、ボートや、これ、空ですね。どういう輸送方法かわかんないけど、それとかもアンロックできますね。まずはトラック。
これで行こう。でこの町の中に建物が起きるんですよね。この町というかこの境目、この境目の内側ですね。で、なんかオイルがあるね。ここね。取れるは取れるけど、まずはどうしようかな。あ、プレイヤーのインフルエンスが25、プラス25ですね。あ、何これ。近いのかな？近いんだね。近すぎるとインフルエンスがマイナス5、さらに 2.5 ずつ減っていくということで、インフルエンスがマイナスなのであんまり良くないんで、ちょっと離れた場所に置きましょう。あ、なるほどね。あんまり近くに置いちゃダメだと。そうか。じゃあ、ここかな。で、これはいいの？これはダメかな。どうでしょうね。気になるね。で、一回インフルエンス見つつやりましょう。はい、5タイル分来ました。で水をですね、取る場所もあるので、水を取ってね、この畑を機能させましょう。こんな感じでやって道をね、つなげます。ちょっとダートな道しかまだないですけど、ダーティーでもいいんで、とりあえずつなげて、でこのダーティーからここへつなげて、でこの水を作る工場で、まあとりあえずゲーム進めましょうか。これ一応ね、生産のカテゴリーできたので、これからファームへ2台ずつでいいかな、送っていって、このファーム、あ、でも3台いるか、いりますね。4とかでもいいけど、3にしておきましょう。で、この畑から、まあ、このね、いろいろもの作れるので、ちょっとね、まあ、とりあえず入れて様子見しましょう。変えれるんでね、すぐに。値段を見ます。これ今変動してってますね。今上がっているということで、物あれば下がるんですが、売ってなければね、大体上がってきますね。そうだね。ベリー作れないよね。あ、これ高いね。3000。これにしましょう。はい。で、作っていきましょう。こっちから町ですね。12タイル先のこの町へ作っていって。水が消えたのかな？一回なくなったっぽいですね。まあ、作り変えたことによって消滅したのかな？これでね、この畑から。作っていく。で、これ輸送コストですね。169、169、169って言ってますが、距離とか、あとは、そうだね、なんか、距離だけかな。距離で変動しますね。まあ、そんなに遠くないんで、安いですけど、めちゃくちゃ離れると、その跳ねた分だけ広がっていくのでね、何タイルでそのドルになった？ 23 タイルで169ドルですね。1タイルあたり、何ドルなんだろう。すごい高いな。で、これ生産始まりましたね。5フィールドで行っている。結構高いな。これがね、一応維持費ですね。右が、ライフタイム、もう機能してる間ずっとの値段なんで、左がその前月のもので、右が全てを含めたものですね。なので、進めば進むほどここの建物がいくら維持費に回っているかっていうのが見れると。あ、どうも、もういきなり売った？売ったかな？見てなかったな。あ、来ましたね。これが運んでるものですね。2台ですね。基本2台で行こうかなと。いくらだ？出ないな。あれ？ただか？あれ？お、待て。あー、6800ドル出ましたね。値段変わったかな。あ、アップル上がってるね。ただ、でもそんなに高くはないか。水が足りないかな。よし。
でも水がそもそもストレージにないんでね、意味ないか。とりあえずこのね、ブドウなのかな、キイチゴなんか、あ、キイチゴじゃないか、ベリーじゃないからね、まあ、ブドウっぽいものをひたすら売りましょう。結構利益出てるはずなんだけど、どうだろうか。インフルエンスも上がってってますね。この町の町長になったわけですから、この町を発展させていきたいですね、一緒にね。今1万1000人の人口いますが、エモノールと増えていくんですよね。どう、なんか利益ここね、出てますが赤字ですね。水最悪ね、水この町から買えるんですよね。その町で一応水は生産しているので、その結構いくらかな、3倍くらい取られるんですけど、買うことができるんで、生産を考えれば買っちゃってもいいですね。もしくは畑を増やしてね、やってもいいですし。一回ちょっとね見ましょうか。フィッシュがこの辺いますね。ああ、これねこれ橋あるけど、どうだろう、取れるかな。魚も売れるんだろう、痛いな。いくらだっけ。あ、でもちょっと下がって1500ドルか。ただね、水とかいらないから、維持費だけっていうのを考えれば案外高く売れるんじゃないかなって思うんですよね。魚どうだろう、123か。お、待って待って、競合他社がやってんね。うちもやりましょう。じゃあ、お、これちょっと待って、直営ですか、これ直営ですね。負けてらんないこれは。でもそういえばフィッシュないんだよねそういえば、あー、しまったなー。で、水もいるからね、ちょっとこのポイント見ましょう。ここですね、1200ポイントこっちは15万6000ポイント25万、いや、ああ違う、250万か、250万ポイント結構たまるはたまるな。これ何でたまるんでしょうね。これファームは多分この売ってるから、その売ってる値段分たまってってると思うけど、これわかんないな。水を売るか。水を売れるのはね、ワールドだけなんで、結構先なんですけど、とりあえずまあこのままちょっと作ってポイント貯めましょう。赤字ではないんでね、なんとかなるんですが、ちょっとこれ気に食わないですね。目障りですね。まあその間にちょっと違う方面広げようかな。ちょっとこの辺とかいないの、魚いない、ガスだけか。このサンフィッシュは欲しいね。あ、でもあいつらが取ってない魚もあるのか。そう考えればまだいいですね。さあ、まずはね、ちょっと畑がね、これしか置けないのでどんどん置いていきますが、値段がね変動するとこう下がっていくので、他のもありだよね、視野に入れたいけど。ベリー結構高めなんだね、これでも。すぐ作れそうなんで、ベリーの開発もしようかな。ただね、水、この拠点からなんですけど、これね、スロットがロックされていて、1箇所からしか送れないんですね。そうなってきた時に、トラックのデポットとか作って、トラックに1回入れて、そっからね、もう1回送り直すみたいな風にもできるので、ちょっと利益を考えてやりましょう。ベリーもね、若干欲しいんでね。ただどうしような、どこに作ろう。多分もうこれ置けないというか、ちょっと遠めに行くしかないんで、水との距離を考えれば、この辺じゃないかな。まあちょっと木を削ってしまってますけどね。別に名産品はないから。これ一回ちょっとね、序盤の高等テクニック見せましょう。まずは、トラックデポット置くと。で、これをね、輸送先をトラックデポットに変えて、トラックデポットから、物を選んで、水ですね、水を選び、2台をファームに送る。お、高い、高いかな、どうだろう。何ドル ?100 ドル。で、こっから確か160ドルくらい取られてたよね。って考えたらちょっと高めなのかな。だからこれでね、分岐できるので、
まあ維持費を、あ、結構、あ、建物代か。まあちょっと待って、プラスに持っていきたいのでね。これやってしまった以上はね、もう一個作って、利益をね、上げましょう。同じ作りでいいかな。まず選ばしてほしいですね。ベリーが早い説あるんで、勝手に、あ、でベリーが作れないか、そもそも。ベリーは別のやつですね。オレンジは確か売れないんで、アップルですね。作りますか。アップル、あ、でも上がりましたね。ちょっと値段的には低い気がするけど。まあ、オレンジばっか売り続けて、しまうよりはいいかな、ということでね。で、ここからですね、もう一つ、水を、ファームの、アップルですね。これに2台向かわせていきましょう。ちょっと足りないかもしれないね。で、これならね、水2台でいいんじゃないかな。近いしね。うん、ちょっとコストカットしましょう。お、なにこれ。タックスブレイクかな。アップキープ代が 25% 下がるということで、これ多分ね、この維持費が下がるのかな。だよね。これいいんじゃないかな。あ、下がりましたね。あ、いいね、いいね。6000ドルなら相当いいぞ。月ってどんぐらいで済むんでしょう。フライデー。あ、すごいね。一日一日が早いな。で、一回ね、その、2台送れば、だいたい6000ドル前後出るので、維持費はね、2往復すれば上回ると。ちょっと微妙かな。まあ、最悪ね、この道を拡張しちゃおう。よし。ここどう？ちょっとどうした？水が。ん？満タンになってる。あー、1台ずつだったからかな。ちょっと止まってましたね。あー、今のもったいないな。ちょっとタイムロスですね。値段ちょっとね、維持費下がってますけど、単純に生産できてなかった。しまったな。やっぱ3台で送るか。1台ずつだから止まるのはおかしくないかな。一応送るは送れるはずなんだけどね。前に3台で行きましょう。まずいまずい。ちょっと金を稼がないとな。お、ね、これ。またプラス効果かな。アップキープマイナス25。どういうことこれ。マイナスだらけでこれ。相当引いてくれない？半額じゃないこれ合算したら。どうかな利益。お、なになに、さらに、これはなんだ、ロードスピード。この移動速度ですね。25% 上がって、ディスパッチコスト。これ輸送のコストですね。が 10% 下がる。うわ、待って待って、うわ、安っ。維持費安っ。半額ですよ。半額でさらに輸送費が下がっている。うわ、いいね、これ。もしかしてこれあれかな。この街に対して、どれだ。これか。このプレイヤーインフルエンス、マックスだからかな。これ100だからマックスっぽいよね。もしかしたらそれが影響してそうだね。リンゴの値段下がってきたな。魚も安いしな。なんか作りたいけど、何もできないですね。とりあえず今ね、このプラス効果切れていってますけど、まあいいことしか起きてないんでね、とりあえずはありがたいね。とりあえず、まあ赤字ですけどね。もうわかんないな。味方がわからない。あ、プラスになりましたね。よし。プラスってね、いつからなんでしょうね。多分一月あたりだと思うんだよね。一月、の値段なのかな。多分期間が決まってると思うんですよね。多分全体での話じゃないと思うんだよね。使った分が相当あるんで。よしよし、いいですよ。ちょっと速度落とそうかな。そのね、このテックツリー進めるにはいろいろ売らないといけないんで、赤字だろうとね、やらないといけないと思うんですよね。結構赤字だな。これ高えしな。一回置いて破壊しても赤字なんですよね。で、オレンジジュースってあったんですけど、その
テックツリーところね。これかな。これね、確かですね、いろんな他のものもいるはずなんですよね。ちょっとでも一回試しましょう。オレンジだけでできたらいいですけどね。おや？あ、開けるか。近くもないな。ここ近いか。ここでいいや。オレンジジュース、これですね。紙パックとオレンジ2個と水。紙パック。紙パック、これは？ミルクか。あ、これ紙パックじゃない、ミルク。どっち？セットしよう。はい、セットして。あー、ダメですね。カートン。かな？あ、これ買えるんじゃない？もしかして。ここあるよ、この辺に。ペッ。あー、あるだけか。生産しないのかな？どう？あ、魚だけになった。減りましたね。あ、変わった。リアルタイムで変わってますね。すぐ消費してんのかな？この、カートン作るか、買うかしないと、どうにもならないね。街にね、建物あるので、できると思うんだよね。ん？ね、これ。悪いことっぽいな。あ、アップキーププラス 20%。これ、相殺しあった。あ、消えた。維持費が上がりますね。壊しましょう、こんなもの。うるさ。あ、道がなくなった。いやー、ちょっとですね。まあ、物が見れたので、その辺はいいですけど、他の工場とかを作らないといけないわけですね。まあ、最悪ね、買えたら買おうと思ったんだけど、買えなかったので、その辺はどうしよう。他の町から頼れないかな。町ってどれなんだこれって。この辺を押せばよ。この町にはね、この水しかないわけですね。なるほど。ちょっと、でかい町行きましょう。ここですね。ここに一回倒れたいと思います。最悪、売ってくれれば何でもいいんですよ。あ、無理ですか。案外ないんだね。まあ、とりあえずはちょっとね、売っていって、ここ釣り見ましょうか。あー、溜まってますね。ただね、インダストリー全然溜まらない。やっぱり、このカテゴリー内でやらないとダメですね。これ、水は一応組み上げてるので、お情け的な、ポイントもらえてると思うんですよね。で、ここでフィッシュか、この木ですかね。熱をやりたいですね。あー、捨てがたいな、どっちも。で、畑がね、上がりそうなので、畑はどうしようかな。あ、いいね。このトラックもやっぱ、全部一応作る必要があるんですね。畑がね、これ確かですね、小麦かな？その辺が作れるので、この町には関係ないんで、ライブストックファームでもいいですね。でももうたまるね。よし、これアンロックしようかな。他もありますね。あ、コスト的な部分が下がったりするのかな？うん、ぽいですね。ただ、攻めましょう。よし。で、まずね、この町で売れるものを見ましょう。卵とミルクは売れる。肉も売れますね。だ、牧場作れば全部売れるんで、ありですね。ん？ね、これ。チョコレートバープライスが上がる。あ、持ってないですね、チョコレートはね。まだないですよ。作れるかすらまだわからないですね。チョコレート何から？カカオか。カカオマスとかいうものもないですからね。あ、これ近いかな。あ、近いです。あ、この辺に置けばいいのか。ちょっとまあ一回まず見ましょう。あ、しまった、そうだ。ちょっと忘れてましたね。これ、水と食料としてね、これがいるんですよね。
小麦か。しまったね。研究でどっちにせよやらないといけないのか。これも破壊ですね。どうでしょうね。もっと物を増やした方がいいかな。水の量を考えよう。ないですね。水をもっと取ってくるか。水は直接的な利益がないので、畑とかやって、拡張しない限りは利益が上がらないんですよね。なんで、水の場所を増やすっていうことは、そもそもね、畑を増やすわけなので、維持費的な部分を考えればまた上がっちゃうんだよね。なんかプロダクトの、売った値段が今月は18万、232万かな、3000ドルプラスで、前月が、298万、あ、じゃあ2982万かな、違うな、めちゃくちゃですね。332万かの利益で、前月が290万くらいの利益だということで、赤字部分がね、ビルディングアップキープで、260万ですね。ちょっと、あれですね、建物作ったら普通に赤字になっちゃうくらいの、ギリギリの値段ですね。なので、そうだな、もっと増やすには。まずこのね、トラックのデポートはそんなに維持費がかかってないんですよね。まあ、6000ドルあたりかな。輸送コストと、そもそものね、維持費を考え、合わせてだいたい6000ドルくらい。なんで畑がとてつもないんですね。畑がね、普通に7000ドル。単体で7000ドル。水のやつはどうでしょうね。水が、あ、7500か。この生産量で7500ドルか。ちょっときついな。一回黒字で回すには何もしないのが一番ですね。今は一体何もせずに待ちましょう。待つというか、値段とか見ていこうかな。もっと高く売れる場所があればいいけどね。今ね、この果物が両方上がってるんでいいですね。逆に魚とかどうなんだろう。高いのかな、これ。1500ドルですよ。もうこの町時代で魚の価値が低いっていうのもあるけど、1500ドルではどうしようもないんじゃないかな。まあ自分はあれですね、この果樹園からなるオレンジとかをジュースにして利益上げたいんでね、工場まで行ければってとこなんだよね。あ、ここアップル43万あるぞ。ちょっと待って待って待って。そうか、あの水が偏ってるんですね。あ、でも違うな。アップルのが少ないけど、距離的な部分か。でも4体で差だよね。まあいいや。リンゴ結構余ってるので、売るためにね、トラック4台に増やして、どん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 出荷していこうかなと思います。売れば売るほど利益が出るはず。多分。あ、そうか、これ近いからかな。普通にね。距離分を考えてなかったですね。距離分を考えれば5台でもいいんじゃないかな。一応5台まで出せるんでね。マックスでどんどん売りに行きましょう。これめちゃくちゃ利益出るでしょ、これで。余らないですからね。いやいやいや、いくらだ？わかんないな。重ねて出されてもね。6000ドルは2つの値段だと思うんで。それ重ねたら1万2000ドルになるのかな？どう？前月23万ドルの利益かな。231万ドルか。ちょっと文字がね、小さいので、ちょっと UI ね、できたら、大きくできたら、ちょっと次回あたり UI 大きくしようかなと思います。UI っていうか文字ですね、普通にね。多分動画だと本当に見づらいと思うので、文字とかがね。数字ですね、主に数字かな。この辺の。まあ単純にこの一番下のね、部分が緑色なら、その月は、黒字ってことなんですよね。それだけ分かれるわ。分かってくれればいいんですけど。あ、増えてるぞ、なんか。あー、これか。どうしようかな。何も欲しいもん。道ですね。ちょ、道アップグレードします。これで輸送効率が上がるわけですよ。100ドルだと。
わ、いいね、速そう。速そうっていうか、普通の道になりましたね。よし、これでどうだ？これで、まあ、ちょっと赤字になりましたが、ここでね、スピードが上がるので、水をうまく供給できるんじゃないかな。あ、ないですね。水がストレージにないので、これ、多分ちょくちょく生産止まってると思うんだよね。止まってますね、なんなら。よし、ちょっとこれ、あれかな、奮発して水作っちゃおうかな。これね、水の、やつを増やさない限りは、その、維持費も上がらないんですよね、対して。なので、1個とか、最高置けば、そんなに維持費かからないまま、水を増やすことができるんで、それはありかなと思うんですよね。もしくはね、この、テックツリーの、このレベルですね。で、これ、5個まで置けるようにするっていうのも手ですね。結構先だからな。まあいいや、作りましょう。いやー、ちょっと黒字になった瞬間赤になるのがちょっと残念だな。置きますか。遠いなー。どこに置けばいいんだ、これ。こうかな？いやー、無理だな。いやー、水買うのは高いかな。ここだと道塞がない？塞がないか。ちょっとね、これで一回ね、維持費見ましょう。わかんないな。まだ出てないっぽいですね。ちょっと見ましょう。4000ドルか。7000ドルだよね、こっちが確か。って考えればそんなに差はないのかな。まあ、せっかく置いてるんでね、もう2個にします。ここで水が余るくらいになればいいかな。よし。どうかな？まあ、ストレージに余ってもいいですし、まあ、この畑に余ってもいいですね。余ってないですね。これからだね。ここで常に生産できれば、利益上がると思うんでね。お、なにこれ？お、来たね。ストライキ。ストライキですよ。下がるでしょ、絶対。フードファクトリープロダクションが 50% 下がる。関係ないですね。多分。フードファクトリーって工場のことでしょ？関係ないね。よかったよかった。果樹園でね、ストライキ起きたら終わりですけど、待遇を改めないといけませんけど。ちょっとアップル園の方に水が行き届いてないですね。トラックが足んないんで、そもそもね、行き届かせることは無理なんですけども。直で送るか直で送ろうか、なんなら。いやー、ちょっと、これで、最初のね、果樹園は完成しました。パート1、この辺にしましょうかね。利益でいうとこう、言うと、ギリギリ黒字っていう月が今多いですね。赤と黒の境目みたいなとこを行ったり来たりしてますけど、まあ、この資金があるうちにね、逆転できるようなものを、まあ、工場とかを作れるようにしていきたいと思います。また次回ね、やっていきたいと思います。